皆さんこんにちは、勝井生の佐藤です。勝井生の佐藤です。佐藤さん、ダブル佐藤ということで、今日はですね、ご家庭で簡単に作れる海苔巻きの作り方をちょっとバリエーションを変えながらやっていきたいと思います。では今日は職人さんにめちゃめちゃ頑張ってもらいますんで、よろしくお願いします。お願いします。それではレッツクッキング。はい、ではですね、のりごきですから、キュウリのお掃除の仕方から、今日は職人の佐藤さんにやってもらって、まずですね、表面のイボですね。イボを、まあ、こういう風に取ってもらえば、あとは両端の頭を取ります。で、のりの大きさに切るんですけど、まあ、余った部分はサラダとかに使ってもらうんですけど、はい、で、大体4等分ぐらいかな。中の芯の部分はちょっと取ります。まあ、大きさによります。4から6、これだともうちょっと小さくするパターンもあります。用途に合わせてね。今日はね、2パターンあるんで、この半分と6と、でこの中の芯のところは水分が多いので、ちょっとしっかりと取っていきたいと思います。それで、キュウリなんですけど、なぜこのヘタの部分を取るかというと、これね、切ってこういう風に回してもらうと、グムビタミンという、これが苦味の成分なんですね。こういう風に出てきます。昔の職人さんなんかはこうやってね、あのキュウリのアクを、いわゆるアクです。アクを先に全部出してしまってから、そして、まあ、水洗いしてね、水洗いした後にこう青い部分をこうやって取るという作業をやります。これが青臭さと苦味を取る方法です。はい、それでは海苔巻きを巻いてもらうんですけど、まず巻き巣、表と裏があります。これ平らな方、反対側ね、これボコボコしてるの分かる。この結び目は巻き、こっち側はね、巻き込む方じゃない方、巻き込まない方にのりこの結び目を持ってきてください。あとね、海苔のね、表と裏、ツルツルした方が下、外側に来るように、ガタガタした方が内側で、ピシッと切れてる方とガタガタガタって切れてない方、切れてる方が外側で、これがガタガタした方が中に来ますから、芯が。はい、ということで、まずはカッパ行ってもらいたいと思います。俵状に持ってきたご飯をこう持ってきて、のり代を少し作ります。そこに1センチぐらいかな。で、あとはのりを、ご飯を均等に伸ばしてもらって、ご飯と、はい、アサリを適量入れてもらって、ちょうど真ん中に芯を持ってくる。あとは巻き込む。ここでさっきのちょっとね、高くなってたの分かるかな、ここの部分だけ土手になってましたね。そこの部分に糊をつけて、あとはひっくり返す。なるほど。はい、で、はい、ご飯が両端までちゃんと入ってるかどうか、のりしろ、これね、のりしろが真ん中に来てるかどうか、芯が真ん中に来てるかどうかが、のり巻きの良し悪しの見方です。ということで、これがまず通常スタイル。はい、で、今のは職人さんがよくやるシャリを、このくらいの俵型、だいたい 60g ぐらいから 80g ぐらい、中の量に合わせて俵型に持ってきたのをこう1、2、3ってこう伸ばす方法なんですけど、ご家庭でやるのに、簡単にやるには、前回お寿司の動画やりましたよね。簡単に言いますと、このシャリ玉と言われるもの、これを1個、2個、3個、半、これをですね、こういうふうに伸ばすというイメージでいてもらうと、こういうふうに伸ばすというイメージでいてもらうと、あとここはね、高さ、土手ね、土手という高さが必要です。で、ご飯が均等に入ってなきゃいけないので、ちょっと足りなかったかな、さっきかな。まあ、こういう感じです、はい、こうすると、あれは簡単にできそうな気がしませんかっていう感じですね。で、まあ、芯を入れましてね、
はい、わさびを入れて、芯を入れて、ごまを振って、で、ここをこの土手のここ側に貼り付けるイメージです。で、それをそのままパッタンと倒して、締めるとき、上からグッと締めるんじゃなくて、横はね、グッと締めてもいいんです。で、グッと上に上がりますよね。上がるのを上がりすぎないように、上でちょっと支えてあげる。なぜそうするかというと、上に潰すものっていうのは重力には反発することが少ないんですけど、横って重力かかってないから横には広がるんですね。なのでふんわりしたのり巻きが作れるという、はい、ということですね。で、ご飯が端まで入ってるかどうか、芯が真ん中に来てるか、のり白が真ん中に来てるかどうかがポイントです。これが簡単にできる。で、今ね、僕たちは簡単にできるんだけど、家庭でやると結構大変。この手袋、めっちゃ便利だよ。100均で売ってます。100円ショップに売ってます。これを使って、じゃあ皆さんが多分見たことあるやつを一個一個、こういう風にね、俵型にするんだけど、本来はこう1、2、3って少しずつつけてって、ピッと止めて4、5、6、まあ、こういう風に両端までご飯が入ってる、そうやってやるんだけど、家庭でやるのにまずこう俵型でこうポンポンポンって持ってくるのもいいし、さっきみたいにご飯をね、シャリ玉をみたいなのをこうやって伸ばしていくのもいいし、家庭でやるんだったらもう本当にこういう風にある程度細長くして、この海苔の長さまでこうこうやってで簡単にできるでしょ。それをポンと上に乗っけてあげる。そして一段はこの時にご飯を潰さないで伸ばすっていうことが大事なんです。こういう風にこのね、指の腹を使って、で、ご飯が飛び出ないように、でもギリギリのところまで。そしてポイントはご飯の量が均等であること。こういうことだね。こうすることによって簡単にできます。で、ごま入れて、さっきのトンネル巻きをもう一度やると奈良漬けで、こう持ってきてここに貼り付けて、そのままパターンで、ここはね、トンネル巻きは上は添えない、横だけ。そうするとこのトンネル型、はい、トンネル型のりね、真ん中に来てるかどうか、ご飯がちゃんと入ってるか、のりしろは真ん中に来てるかっていうことですね。はい、でね、この四角いのとトンネル型と、なんでこうあるかっていうと、これ切った時に色を見せるネタと、色を見せてもあまり差がないっていうので昔の人は使い分けたりしてます。なのでこっちの四角いのは6個に切ったりとか、こっちは4つに切って形を見せたりとかっていう盛り方をします。まあ、あと、はい、次はですね、海鮮中巻きとエビときゅうりのサラダ巻き盛り付けてみました。もう結構豪華な家庭のパーティーが開けそうな感じですね。お願いします。今日違う人。